はい、皆さんどうも、橋本であります。前回に続きまして、リスト前奏曲の解説を始めていきたいと思います。4回目の今日は200小節目から343小節目までを解説していきます。200小節目から8分の9拍子、アレグレットパストラーレとなっていますので、前のテンポより少し速くなるというふうに考えていただきたいと思います。でベースは長い休みがありまして、246小節目から入るんですけれども、ここから251小節目まではもう問題ないですね。もうポジションはもう第一ポジションで、ハート A を4、1とまとめて取るようにしてください。その後また長い休みがありまして、272小節目から入るんですけれども、このギスのポジションですが、ポジション移動には余裕がありますので、ゲーセンを使って1で取っていただいても構いませんが、276小節目でチスのオクターブが出てきますので、それを元をまとめて取りたいのであれば、初めから第2第3の中間ポジションを使っていただいても構いません。その場合は D 線で4で取る形になります。こちらで取れば276小節目もこのチスのオクターブをポジションを変えずにまとめて取ることができますので、初めからまとめて取りたいのであれば D 線からスタートしていただきたいと思います。278小節目の A のポジションも D 線を使っていただいても構いませんし、あるいは第3ポジションで A 線 で4で取っていただいても構いません。こちらで取っても280小節目から293小節目まで A と G の音しかありませんので、もう D 線で4、1と取ることができますので、初めから第3ポジションで A 線を使っていただいても構いません。続いて296小節目から、まずテンポ設定なんですけれども、ここから343小節目まで長いアッチェランドテンポが徐々に速くなっていきまして、その次の小節でテンポが確定します。したがって後半にかけての細かいフレーズもテンポが徐々に速くなりながら弾くという形になりますので、乗り遅れることがないように注意していただきたいと思います。でまずボーイングですが、296小節目から299小節目までダウン、アップ、ダウンという弓順で弾いた後、次からまた同じ形が出てきますので、ダウンで弾き直しを行って、そこからまた弓順で、304小節目もダウンから入って、そこからまた弓順と弾いていただきたいと思います。308小節目、310小節目はダウン、アップで、312小節目は200目の入りになるんですけれども、ダウンで入って次の小節をアップ、そこからまた弓順と弾いていただきたいと思います。で最後2小節間は弦のオクターブになりますので、この弦のオクターブは第2ポジションでまとめて取るようにしてください。316小節目から2小節間のボーイングですが、ここはダウン、ダウン、アップと弾いていただきたいと思います。でポジションは前の2小節間とまとめて取ることができますので、ここの弦のオクターブも第2ポジションでまとめて取るようにしてください。ここまでよろしいでしょうか。で318小節目から2小節間ですが、まずボーイングは318小節目をダウン、アップ、アップと弾いた後、あとは弓順、次の小節のこの正の分散和音は途中でアップ、アップにする必要はありません。最初から弾きますと、ここはもうシンプルにもう弓順で弾いていただきたいと思います。320小節目以降のボーイングも以下同部という形になりますので、まず2小節間は316小節目と2小節間と同じ形でダウン、ダウン、アップで、322小節目をダウン、アップ、アップと弾いた後、そこから弓順で弾いて、324小節目から2小節間を再びダウン、ダウン、アップと弾いていただきたいと思います。320小節目からこうしますと、4小節間はポジションを説明していきます。最初は第1ポジションを使って A を開放で、チス A を4、1で、次の弦は開放を使っていただいても構いませんし、 D 線で押さえて取りたいのであれば第2ポジションで4で取る形になります。あとは第1ポジションに戻って A、チスを再び1、4とまとめて取る形になります。で次の2小節間も同じ要領で取っていただいても構いませんが、329小節目の正 A を第3ポジションで1、4とまとめて取る方法もあります。でこちらで取る場合はフィスを1で取って、次の A から第3ポジションを使って4で取って正とまとめて取る形になります。ゆっくりいきますと、後半のフィス A は D 線1本で1、4と取っていただきたいと思います。両方のパターンいきますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。330小節目から4小節間のポジションなんですけれども、ポイントは331小節目のアスのオクターブをまとめて取るか取らないかなんですけれども、ここは取らずに取っていただきたいと思います。下のアスを A 線で4で、上のアスはもう弦を2本またいで、弦線でハーフポジションで1で取っていただければ問題ないと思います。
います。下手にオクターブをまとめて取ろうとするとこのハーから一時止といやでも跳躍を取らないといけなくなりますので、前後の音と効率よく取りたいためにここはオクターブをまとめて取らずにアスは4、1と取っていただきたいと思います。ゆっくりいきますと、32小節目からはハーフポジションを使えばまとめて取ることができます。もう一度インテンポでいきますと、ここまでこのようなポジションとなります。334小節目から2小節間は S ドミなんですけれども、ここはハーフポジションで取りがちなんですけれども、336小節目の分散和音を見越してここはあえて跳躍して第3ポジションを使っていただきたいと思います。最初の S と合わせて2、こちらでまとめて取って336小節目のポン分散和音の S、アス、ゼを221と取っていただきたいと思います。ゆっくりいきますと、ここまでよろしいでしょうか。で、オクターブが上がったこの上の S は第3第4中間ポジションで4、次の小節は S、ベになりますので、ここは第3第4中間ポジションのままでベは D 線で4で取っていただきたいと思います。で、次のですなんですけれども、ここはまとめて取ってしまいますと、次のゲーを1と同じ指で跳躍しないといけなくなりますので、第3ポジションを使ってポジションをずらして、ですは2で取ります。で、ゲーをポジションを変えずに、デー線で1で取って、ベーから第3台の中間ポジションに戻って、デー線で4で取っていただきたいと思います。ゆっくりいきますと、ここはこのように取っていただきたい。次の2小節間も同じ形が出てきますので通していきますと、ここはこのように取っていただきたいと思います。340小節目からまずボーイングなんですけれども、最初の分散和音をダウンアップアップと弾いた後、オクターブ上がった S からダウンから入って弓順で弾いていただきたいと思います。で、そのまま弓順で弾きますと最後のアスがアップで終わりますので、このように弾いていただいても構いませんし、あるいはダウンで終わりたいのであれば前2つの S、J をアップアップと弾いて最後ダウンと弾いていただいても構いません。そしてポジションなんですけれども、第3ポジションで S、アス、J のこの分散和音を221と同じ要領で取ります。で、S を第3台の中間ポジションで4で取った後、J から第3ポジションに戻して1で、アス、S を22、この繰り返しで取っていただきたいと思います。ゆっくりいきますと、この S までまとめて取った後、最後の C、アスを第2ポジションで1、2と取っていただきたいと思います。もう一度弾きますと、このようなポジションとなります。はい、今日はここまでとさせていただきます。296小節目以降は技術的に難しいだけでなく、アッチェレラントも加わりますので、初めて演奏される方はまずメトロノームを使ってゆっくりしたテンポから練習していただきたいと思います。そしてどれだけここでアッチェランドをかけるか、指揮者の解釈によっても変わっていきますので、実際にアッチェランドをかけて練習するのは実践練習だけで構いませんので、まずはインテンポで正しい音で弾けているかどうかに重点を置きながら練習していただきたいと思います。4回目の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。